クボさん、トヨタイズム、トヨイズム、トヨタさんにしましょうか。トヨタの社長さんですね。トヨタの強みは、20年、30年先の未来に挑戦し続けるベンチャー精神。すごいですね。うん。まあ、あの、普通ね、あ,あれだけの大企業になったら、挑戦するっていうことを、あの、あんまりしなくなっちゃうんですよね。まあ、守りに入るというか。 うん、そうだけどまあまあトヨタいろいろやってますよね僕ねあのクラウンねクラウン新しいクラウン出たじゃないですかであれも挑戦だと思うんですよデザイン一新して新しくしかもそのなんだろうなクラウンっていう車種昔からあるやつ守りながら守ってトヨタあのクラウンっていう あ,あれを継承しながら全く新しいデザインにし,てしたっていうあれはねすごいなと思いますうんあれは挑戦する気持ちがなかったら <laughs> また新しくクラウンを作り直すっていうのはねできなかったんじゃないかなと思うんですよだからねシーマとかももしかしたら復活するかもしれないですよねシーマシーマ復活シーマなんか復活するのかな あシーマ、シーマ、シーマ復活、シーマ復活するのかなうーん。シーマ。シーマのニューモデル。シーマ。あ、シーマ復活してんのかハイブリッドで。うーん。あ、シーマ、すいません。日 <laughs> 産でしたね <laughs>。すいません。 <laughs> シーマー日産だ <laughs>。すいません。うん、まあ、あの、みんな挑戦しないですよね。うん。なんかね、昨日ね、あの、久保さん、僕、あの、メルカリで僕の、あの、本を買ったんですよ。自分で自分の本を買うっていうね。メルカリで2000円で出てて買ったんですけど。で、僕、アマゾンのレビュー少ないんですけど、ちょっと買 あの一般の人が書いてくれてるレビューがあってねでなんかその友達がなんかその僕にハマってでそれで読んだみたいなレビューなんですよ、うん、いかがなもんだ情報商材っていうジャンルはいかがなものかみたいな、うん、だけどなんかその、まあ、いろんな一般的な視点から書いていただいていて、まあ、あの挑戦している友達に是非頑張ってほしいみたいなこと書いてあったんですけど うん、そのレビューを書いてる人はじゃあやらんのかっていう <laughs> ただ確認どんな世界なのかなって覗いて終わりっていうねまあまあ自分はやらないでしょうねあのレビューだったら、うん、まあ僕もねあのネットビジネス18年前ですかあのー、こんな世界があるんだなっていうのは知ってねこんな世界があるんだみたいな。 雲の上の上世界ですよ多分挑戦してない人からすると雲の上の世界でしょうねだって一般的には会社から給料をもらうっていうのが人生っていうかそれが、まあ、一般的な話ででも挑戦してこの世界に入って18年経ちましたけど18年経った僕がお伝えできるのは、まあ、挑戦した方がいいんじゃないかなと思いますね <laughs> うーんまああとは一つ言えるのは挑戦しなくても挑戦 しても結局死ぬんで、まあ、死は確定してるんですよ。依然として死ぬんで。で、かその、じゃ死ぬっていうことはどういうことかっていうと、時間は限られてるわけですよね。死ぬことは確定してる。つまり何かっていうと、時間が決まっているってことです。もう。まあ、生まれた瞬間からある程度時間は決まってるわけですよ。 まあそれが不良の事故で死ぬのかどうかは分かんないですけどとりあえず、うん、生きている時間っていうのはもう決まってるんですよねうん300年生きる人いないですよね今現状としてうんだからその限られた時間の中で挑戦するのか挑戦しないのかそれによって得られるものっていうのは計り知れなく大きいと思いますけどねうんまあ僕が得たものっていうのは 挑戦したことによっていろいろ失ったものもありますよ。うん、僕はあの空白の10年って言ってるんですけど、10年ぐらいの思い出は会社に泊まってる思い出しかないですからね。うん、でもまあ、そのつその下積みみたいなね、裏方の下積みがあったから今があるなぁと思いますし。うん だ昨日ね、昨日もちょっと車運転しながら、うん、やっぱいつも思うんですよね、なんかふと。俺、なんか。なんかその GT-R の時はね、あんまり思わなかったんですけど、やっぱ外車その BM 外、オープンカーの BM 乗ってると思いますね。うん、こんななんか、 昔ねあのニートだった時代もあるし引きこもりだった時代もあるしそんな僕が今こんな会社でオープンカーに乗って優雅に運転してドライブ楽しんで人生とは何あるか分かんねえなっつってもねなんかが会社に乗会社のしかもオープンカーに乗ってねなんかそう一応あのカスタムしてるんで1000万ぐらいしてるんですよ。 で車体価格は560ぐらいだったか。で、パあのエアロとかカスタムあのいろいろしてさ、あの、なんだあ、約1000万ぐらいですか。300ちょいカスタムしたんで。ああ、こういうこともあるんだなっていうね。<laughs> 精神力って大事ですねいってらっしゃい